でも君のこと考えるたびに胸のあたりが熱くなるよ。バカだね僕はあんなことで小さな君の頬を殴ったりして、君は涙いっぱいにして僕を見てた。もう僕の元へは帰ってこないと思ったよ。あの日の日記には涙が一粒、さよならと書きかけてやめているよ。どこから電話をかけているの？この声はずいぶん近くにいるんだね。なぜ急に電話なんてかけてきたの？せっかく君のことを忘れかけていたのに。そうか、あのピアノ奏でる音は別れた